はい、どうも皆さんこんにちは。今日もサブチャンネル見てくれてありがとうございます。もうね、あっという間に2022年も終わりということで、このサブチャンネルの上げる動画もね、今年はこれが最後になるかなというふうに思います。今年はどうかな、去年よりは更新頻度も頑張った気がする。なんか思い立った時にね、パッと 2,3 本上げて、まだ 2,3 ヶ月お休みしてみたいな感じで繰り返してきたんですけども、このチャンネルもですね、メインチャンネルではなかなか紹介しないけども、僕が好きな趣味とかを自由に発信できる場として作ったので、まあ、そういった風にね機能していて、なんだかんだね、メインチャンネルと同じかそれ以上にこのねサブチャンネル撮るのが僕は好きだったりします。というわけで今回はですね、まあ、僕結構このチャンネルでもファッションアイテムとかたくさん紹介してるじゃないですか。僕服とか好きだったりするんで、服とかメガネとかね、いろいろ紹介してるんですけども、まあ、その中でベストバイ、今年買ってよかった、まあ、服、ファッション小物とかファッション雑貨とかね、そういったファッションアイテムをいろいろご紹介していこうかなというふうに思っております。なんかこれ紹介しようとかね、いくつ紹介しようってことを全く決めてなくて、動画撮りながらですね、クローゼットにある服見て、あ、これ今年買ってよかったなみたいなものをちょっとね紹介していこうみたいな、そんな緩い企画になってるんで、よければ最後までお付き合いください。じゃあ早速行ってみましょう。というわけでまず一つ目は、今日撮影でも着てるんですけども、この白シャツですね。これブリエンヌパリっていうフランスの白シャツ専門ブランドみたいなところが作っている白シャツになっています。シャツの形としてはスキッパーシャツって言われる形で、ちょっとこの V ネックがね開いてるような形で、プルオーバー型の白シャツになっています。でこれ動画あったらね、真っ白に見えるかもしれないんですけども、ちょっとね近寄ってみていただくと、はい、こんな感じですね。ちょっと折りでストライプっぽくなってるんですよね、まあ、こういう感じでちょっと近づくで見ると装飾入ってますよみたいな、まあ、こういう白シャツなんですけども、このねブリエンヌパリのシャツめちゃめちゃ大人っぽくて、僕ねすっごい今年気に入ってしまいました。なんかね聞いた話によると、フランスのどっか の貴族の末裔みたいなところがやってるブランドらしくて、イメージ操作は全部古着とかのシャツを持ってきて、まあ、それをサンプリングして作ってるらしいんですけども、本当ねこの腕周りのところもね、ちょっとギャザーが入ったりとかして、なんていうかすごいシンプルな白シャツなんですけども、だからこそ素材感とかカッティングとかね、ディティールとかこういったところにこだわってて、このシャツはねすごい今年買ってよかったなっていうふうに思います。まあ、女性でも男性でも同じだと思うんですけども、特にね男にとって白シャツって結構大事なアイテムだと思うんですよね。なんかこう一個ね男が決まる服というか、まあ白シャツ着ると大体かっこよくなるはずじゃないですか。なので、まあ、その白シャツって結構勝負の服かなと思って、シンプルだけでも奥深いのが白シャツだなと思うんですけども、このシャツ着るとほんとねめちゃめちゃ大人っぽい、なんていうかダンディーさが出るんですよね。なので僕ももしかしたら20代とか10代でこれ着てもあんまり似合ってなかったかもしれないんですけども、ちょっとね30代になってからこの大人の色気みたいなものをね感じさせるシャツってあるんだなと思って、全くこれねブランドも知らなかったんですけども、渋谷のトゥモローランドの本店かな、そこにいた時になんかねちょっとだけラックにかかったんですよ、いくつか。でその普通のシャツだったんですけども、店員さんに勧められて一回試着してみると、あまりのかっこよさにですねめちゃめちゃ気に入ってしまって、その場でねそんな安くないですよ、1枚4万とかするんで結構高いんですけども、すぐ買ってしまって、これはね来年もちょっとね春夏含めいろいろ増やしていきたいブランドのシャツだなと思います。まだ日本でもそんなに扱ってるとこ多くない印象で、表参道青山のレショップとか渋谷のトゥモローランド本店とかね、ちょっと感度の高いセレクトショップさんが扱ってるようなイメージがあるので、まあ、そういったところ見てもらえると売ってるんじゃないかと思います。そしたら次は2つ目なんですけども、2着目はこちらです。じゃじゃーん。はい、これですね、バブアー、イギリスのね、まあ、名門ブランドバブアーのリメイクの古着のジャケットになるんですけども、これフランスにあるブルットって読むのかな、なんかねそういう古着屋さんがあってですね、結構有名な古着屋さんで、その古着屋さんが独自でリメイクして作ったっていうこのバブアーのジャケットになっています。見てもらうとですね、結構いろんなバブアーの生地、ここちょっとグリーンだったりするんですけども、この辺はね、ブルーネイビーのオイルドベースになっていて、こういったいろんなものがパッチワークで組み合わさってるっていう風な形の商品です。裏もこんな感じのねバックポケットがついています。結構前からこのバブアーのジャケット僕探してたんですけども、なかなかねバブアーのジャケットってちょっとクラシックすぎて、なんかこれっていうものがねこう見つからなかったんですよね今まで。でこれは新宿ニューマンにあるエディフィスラブークルっていうね、結構最近僕がよく行くエディフィス系列のセレクトショップがあって、まあ、そこがこのねフランスの古着屋さんのブルットっていうところのリメイクポップアップみたいなものをやっていて、そこで売られて購入した一着になっています。
ます。これほんとね、バブアーで、バブアーのそのオイルドっぽい良さもありながらも、やっぱちょっと現代っぽくリメイクされてるんで、若干ね、この丈が短かったりとか、このリメイクならではのちょっとね、変わった感じというかね、そういったところがすごいバランスがいいなと思って、僕はね、これ購入しました。ちょっとこれ軽く羽織れるので、今から羽織ってみます。はい、着用するとこんな感じで、これ色味もすごいいいんですよね。ネイビーとグリーンのこのね、ツートンカラーになっていて、今日みたいなこういうミリタリーパンツと合わせて、ちょっと全体的にミリタリーに合わせてもいいし、スラックスと合わせてもね、またちょっとかっこよく決まるんで、こういう万能に使える、ちょっとこう、トラッとすぎないというか、クラシック感が少なめのバブアってそんなに多くないかなと思ってるんで、これね、すごくいいバランスのものを見つけることができたなと思います。はい、そしたら次はですね、ちょっとセットアップ的な製品を続けてご紹介しようかなと思っております。まずはこちらのセットアップですね。これね、ジャックムスっていうフランスのブランドかな?ブランドさんのセットアップなんですけども、コットンと麻かな?ちょっとこう春夏素材になっていて、このね、ネイビーの色合いと、全体的にかなりルーズフィットなんですよね。このルーズフィットな感じのセットアップかっこいいだと思って、購入しました。この襟元もですね、結構でかいんで、ここですね、がっつり太めになっていて、かなりね、こうクラシックっぽいようなテイストがありつつも、まあ今っぽい感じでね、まとめられてるっていう風な、そんなセットアップになっています。ちょっと上着だけ着てみようと思います。はい、着てみるとこんな感じで、結構ね、袖も割と大きめで、肩もちょっと僕でも大きいんですよね。なので全体的に少しルーズに着る感じで、このパンツの方もすごいワイドなんですよ。なのでこのワイドワイドで着つつ、仕立てのいいテーラードっていうところのね、セットアップの感じ。これがすごいかっこよくてですね、春とかほんと白 T とかこういう白シャツ1枚で着て、足元もね、スニーカーとかで適当に合わせるだけで、なんかかっこよく決まっちゃうんですよ。先日ね、アットダイムっていうメディアの方で僕取材をしていただいたんですよね。主に僕の仕事と YouTube 活動についての話を深掘りしつつ、僕が普段から愛用しているシェーバーについて話をするみたいな、まあそういう企画だったんですけども、その時もちょっとビジネスパンっぽいような格好でって言われて、あんま僕ね、普通のまともなスーツ持ってないんで、このちょっと大きめセットアップで行ったんですけども、こんな感じでね、めちゃめちゃ映像かっこよく仕上がって、うん、このね、セットアップ買ってよかったなって、その時改めて思いました。というわけで、ジャックムスっていうブランドのセットアップですね。もう一着セットアップあるんで紹介します。これもめちゃめちゃかっこいいセットアップなんですけども、じゃじゃーんと。これは、イレニサっていうね、日本の女性がっていうブランドかな。そこのセットアップなんですけども、こっちはね、ウール素材でちょっと、秋冬っぽいような素材感のセットアップになっております。これもね、ほんとめちゃめちゃかっこよくて、まあ基本的には普通のね、仕立てのいいようなテイラードジャケットなんですけども、このジャケットのラペル部分がまっすぐスッと伸びる、この感じのね、モードっぽさだったりとか、あとこの裾の部分ですね、裾も丸くならずにパチンといってるんで、ちょっとこういうところもね、モードっぽくなったりっていう風な、この品のいいテイラードの中にね、ちょっとこう今っぽいような洗練された雰囲気が漂う、そういうジャケットでございます。これもちょっとジャケットだけ着てみようと思います。はい、こんな感じです。かなりね、これ線も細身なんで、このね、シュッとした感じですね。着るとこう背筋が伸びるみたいな、このジャケットめちゃめちゃかっこいいなと思って購入してすごい満足しています。色合いもすごく良くて、こうグリーン、深いグリーンなんですけども、これがね、結構いろんな服とも合わせやすいし、こういう白っぽい服でコントラストを強めにしてもいいし、中ちょっとアースカラーにして、全体的にね、ちょっと茶色っぽい感じでまとめたりとか、意外と使いやすいんで、これもですね、ジャケットとパンツ、セットアップで普通に友達の、ね、結婚パーティーに着てったりとか、一個一個単体で使って、普通にコーディネートで使ったりとか、結構いろんな使い方ができてるんで、重宝しています。というわけで、セットアップ2つご紹介したので、次はまたね、別のものを紹介します。次はこれですね。これもめちゃめちゃ気に入ってて、すっごいね、奮発して買ったんでご紹介させてください。これね、ポータークラシックっていうブランドのジャケットなんですけども、ミリタリージャケットですね。見てもらったら分かる通り、いろんな生地をパッチワークして作ったっていう風なジャケットなんですけども、これね、全部一点一点ハンドメイド、ハンドステッチで作ってるんで、まあね、めちゃめちゃ手が凝ってるんですよ。ちょっとね、アップでディティール見てください。はい、こんな感じでね、ここのワッペンの付けるのも全部ハンドステッチでやってるし、こっちのね、このオハリコアーミーっていうちょっとコンセプトの服なんですけども、このオハリコさんのワッペンももちろんハンドステッチで付けています。あとは、一つ一つのフロントボタン。ここのフロントボタンもちょっと見づらいんですけども、全部一個一個ユーズド加工してるんですよね。こういうのも全部ハンドでやってるらしくてですね、この裾の方にあるちょっとハートマークのステッチとか、この一個一個ね、服のパッチワークはもちろんのこと、この装飾全部をハンドステッチでやってるっていう風な、まあ、かなりね、手が凝った一着になっております。これですね、
僕もね、よくいろいろ仲良くさせていただいているファッション YouTuber のハズムさんがやってる中目黒のダンっていうお店があってですね、結構よくふっかいに行くんですよ。でそこで毎回ね、いい服いっぱいあるんで、なんかあれこれ買っちゃうんですけども、その時に買ったんですよね。でこのジャケットもね、めっちゃ高かったんですけども本当に迷って、ただね、もうちょっと僕のこの趣味というかツボにはまりすぎてて、しかもね、割と薄手のシャツで結構オールシーズンというか真夏以外は使えるなと思ったんで、そういう汎用性の高さもあって、これはもうね、買うしかない、買わなかったら後悔するなと思って買ってしまいました。ちょっとこれもね、羽織らせていただきます。はい、着用するとこんな感じで、結構ゆったりめのシルエットなんで、上からザバッと羽織って、本当にね、あんま気負わず着れるっていうのがすごくいいなと思ってます。結構ね、お値段も高くて、若干気を張って着てしまうんですけども、こういうね、ミニタニのちょっとまあ、ユーズドっぽい服は、あんまもったいぶって着てもね、かっこよくないなと思ってるんで、まあちょっと本当にどっか出かける時とかね、T シャツの上にパサッと羽織っていくとか、こういう白シャツともすごい相性いいんで、こう上からパッと羽織って着ていく時にすごいかっこいいなと思って、これね、めちゃめちゃ買ってよかったなというふうに思っております。で、このジャケット僕もすごい気に入ってるんですけども、この間ね、これ着て実家に帰ったんですよ。そしたらね、うちのお母さんがめちゃめちゃこれ気に入っちゃって、いつもだったらね、結構そういうことあってですね、僕の着てる服なんかいいなって言って、でも僕もこれあげるよって言って、あげるみたいなことやってるんですけども、これはちょっと、お気に入りだし結構高かったんで、これはダメって言って、飽きたらあげるって言ってるんですけども、毎回ね、あれいいなっていうふうに言われて、おかん向けも良しということでね、まあこの万人に受ける、かっこよさがあるんだなというふうに思っております。というわけで次行きましょう。はい、というわけで、服はこれで最後にしよっかな。こちらです。これね、半袖シャツなんですけども、これね、今年めちゃめちゃ買ってよかったなというふうに思います。これ、ミーっていうブランドで、これね、フランスとインドの人かな、そのフランス人、インド人が一緒にやってるみたいな、まあそういう感じのルーツのあるブランドなんですけども、これもね、さっき紹介したエディフィス・ラ・ブークルっていうセレクトショップでセレクトされてるのを見て、これね、パッとかっこいいなと思って、すぐね、買いに行ったっていう風な思い出があるシャツになっています。これ、総柄のシャツなんですけども、総柄だけじゃなくて、これなんていうかな、刺し子っていうのかな、ちょっと変わった刺し子の仕様になってるんですね。ちょっとアップで見てもらいます。はい、こんな感じで、ちょっとね、お花柄みたいな総柄が入ってるんですけども、この白い部分ですね。これ全部ステッチングされてるんですよ。これが刺し子っていうんですけども、まあ、こんな感じで、このステッチも一つの、こう全体的なデザインになっていて、このね、唯一無二な感じですね。しかもこのザ・夏って形のね、すごい南国感のあるような見た目だったりとか、あとこれ意外と着ると、なんかちょっとクラシックっぽいような感じなんですよね。刺し子をしてるんで結構この本体の生地自体が分厚くて、若干ね、着るとゴワッとカチッとなるんで、なんかこう夏って薄手の生地が多くて、ふわっとしたシルエットになることが多いと思うんですけども、これはね、カチッと感があって、このシャツにインナーは黒い T シャツを着て、で、黒いスラックス。でちょっと T シャツをインして、若干これ80年代っぽいスタイルにしたりとか、まあ、そんな形で僕はコーディネート楽しんでおりました。ほい、そしたら最後ですね。最後やっぱり僕といえばアイウェアですね。メガネ今年もたくさん買ったんですけども、今年ね、1本だけどれが良かったかって選ぶとすると、これですね。まあ見えないか。ジャック・マリー・マージュっていう、このサブチャンネルでも以前ご紹介した、このね、ロサンゼルスのメガネブランドのメガネになっております。これがね、とにかくかっこよくて、今年はこのね、ジャック・マリー・マージュのメガネ2本買ったんですけども、すごい満足度高くて、もうね、2本買ったのにまた別のね、ジャック・マリー・マージュ欲しいなと思ってるぐらい、とってもお気に入りのブランドです。ちょっとつけてみましょう。よいしょ。はい、今こんな感じのね、これもね、結構最近買ったんですけども、若干これオレンジのカラーグラス入ってるんですよ。なので、少しオレンジがかって見えるかもしれないんですけども、こういうのいかがですか？ちょっと初めてね、今年はカラーグラスにも挑戦していました。と、まあ余談は置いておいて、こっちのジャック・マリー・マージュですね。ちょっとつけてみますね。はい、どうですか？今年はですね、僕、前まで髪の毛下ろしてたんですけども、若干こういうね、アップというか、こう、前髪ね、おでこ見せるようなヘアスタイルにしたんで、よりこういうかっこいいというかね、ダンディ系のメガネが似合うようになったのかなというふうに思っていて、このね、ジャック・マリー・マージュのケレルマンっていうんですけども、このメガネとっても気に入っております。かっこいいですね。ほんとね、前動画でも紹介したんですけども、今はもちろんのこと、僕がもっとね、おっさんになった時はよりこれかっこいいんじゃないかと思って、このジャック・マリー・マージュが似合うぐらいのナイスミドルになりたいなというふうに思わせてくれる、そんな一本でございます。はい、というわけで今年僕が買った服の中から、これは良かったな、すごい満足高いなと思う服をね、ご紹介させていただきました。本当もう僕の服好きは昔からでですね、大学時代とか本当一番にファッションって感じで、この間も久しぶりに大学の友達と飲んでたんですけども、当時ね、僕とその友人どっちもめちゃめちゃバイトしてて大学時代、結構お金あったんですよ。
毎月10万ぐらいバイト代入ってきたんですけども、それほんと全部服につぎ込んで、で自分たちのご飯はほんとひもじいものばっか食べてみたいな、懐かしいねって話をしたんですけども、まあ今はさすがにそんなね、極端なお金の使い方はしないんですけども、まあその時から服は大好きで、大人になってもですね、こんな形で服を好きに居続けられてよかったなというふうに思います。結構ね、社会人になったりすると、みんなね、スーツを着たりとか、まあ、仕事忙しくなって、服の趣味から遠ざかっちゃう人すごく多いんですよね。特に男性とかはそういう人多いんじゃないかなと思ってるんですけども、やっぱり自分の好きな服を着て人と会ったりとかね、外出かけたりすると、すごくこう、いい気持ちになれるし、自分にも自信がつくと思うんで、このファッションの良さってのもね、皆さんにぜひ、これからも伝えていきたいなというふうに思っております。というわけで今日の動画はここまでです。で、この2022年もサブチャンネル応援いただいてありがとうございました。来年はですね、いつも言ってるんですけども、もうちょっと更新頻度上げてですね、もっともゆるい動画でもサブチャンネルでどんどんアップしていこうかなというふうに思ってるんで、もっとこんな動画見たいとかね、そういったリクエストがあれば、サブチャンネルのコンセプトなんかないんで、好きな動画を好きな時上げてるだけなんで、みんなが見たい動画っていうのをね、教えていただけると参考にさせてもらおうと思っております。というわけで、今年も1年ありがとうございました。来年もこの平岡ゆうたの Vlog よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。